はい、今回はですね、シャオミのレドミノート6 Pro で、外でね、写真をちょっと屋外でね、撮ってきたので、そちらを紹介したいと思います。以前にもですね、同時にね、私が購入したユミデジの A3 と、オーキテルの C12 Pro っていうね、両方とも1万以下の端末ですけれども、そちらの方はね、もうすでに動画を上げてるんですけれども、まあ、今回はですね、その3台の中では一番高かった、2万円のね、高いといっても2万円ですけども、2万円のスマホ、シャオミ、レドミノート6 Pro の写真とね、動画のチェック、比較をね、したいなと思います。で、今もね、この撮影している動画も、シャオミ、レドミノート6 Pro で撮ってます。オートフォーカスは、ないですね。1万円っていうか、1万以下のね、スマホもなかったんです。これもないですね。まあ、画面をタップすれば、はい、合いますね。画面タップすれば合いますけど、自動にはやっぱこれボケてますよね。合わない。あ、ここで合いましたよね。もう遠くに合いましたよね。で、力をつけるとやっぱピントはボケてるので、画面タップで、はい、これで合いましたっていうことで、ちょっとね、やはり動画撮影中に、こう、自動にフォーカスがね、追うっていうのはちょっとないですね。設定であるのかな？ちょっと見てみます。先ほどね、動画撮影中のオートフォーカスが効かないとかって言っちゃったんですけど、実際はね、効いてました。ちょっと色が黒くてね、さっきのこれは、色が黒くて拾いにくかったのかもしれないですけど、これを見るとね、やはりちゃんと、動画の撮影中も、まあ、オートフォーカスは効いているっていうことですね。さすがね、ワンランク上っていう感じです。あとはね、写真の方をね、つけておきますので、また見てください。